はい、笹田でございます。今日のテーマは営業成果を安定して出す方法ということでご相談をいただきました。金融系ですね、金融機関で営業1年半を行っておりますが、なかなか獲得できずに困っておりますと。で、即答談なのですが、毎月安定して獲得成果を出していくためにどうすればいいですかというご相談をいただきましたので、お答えさせていただきました。で、営業成果を安定させる方法一つしかありません。何か、営業に依存しないことです。これ何かというのをご説明をしていきたいなと思うんですが、営業に依存するというのは新規の営業でとにかくまあその場即決営業にこだわって営業をかけていくパターンなんですが、そんなタイミング都合よくですね、毎月毎月自分が狙ったお客さんから受注が取れるのかというと、なかなかそうはならないです。まして今回このコロナの影響でなかなかまあお財布の紐が固くなってしまったりとか、開かなかったりとかですね、なかなか会うことができなくて関係構築に時間がかかるみたいな、このご時世で即決って正直難しいんですよね。じゃあどうしていけばいいのかという話なんですが、営業成績を安定させるためには常時見込み客を抱えている状態を作るという発想を持ってほしいんですよ。どういうことかというと、いきなり新規で電話かけました、アポ取れました、受注くださいで安定させるのはもう厳しいであれば、継続的にコミュニケーションが取れる、買ってくれる可能性のある見込み客を常時抱えていく、そこからまあナーチャリング、見込み客のまあ関係強化であったり教育をしながら購入につなげていくという仕組み作りをぜひ意識いただきたいなというところです。なので、営業成績が安定しない理由の最大のポイント、理由というのは、毎月新規開拓のみで売り上げを立てているからというケースが非常に多いんですね。営業の流れというのを一度整理をしておくと、まあ、あえてちょっとカタカナ言葉に並びましたが、リードジェネレーションというのは見込み客の獲得です。で、リードナーチャリング、要は見込み客を教育していく。そしてクロージングをしてカスタマーサクセス、もう顧客のサポートしながら、まあ、成果につなげていく。もしくはその先で紹介であったりとかアップセルしていく、クロセルしていくという流れになるんですが、営業としてやりがちなことっていうのが、見込み客集めたらすぐ借り取るっていう営業をしがちなんですよ。で、これも確かに今月の受注目標達成するために、売上目標達成するために目線としては大事なんですが、安定して成果を出すためには、今その場でテレアポしてなんとかっていうことだけを続けていても正直安定しないということです。なので、関係性を強化していったりとか、アプローチを継続できる相手っていうのをいかに増やしていくのかっていうことが大事になってくるので、営業成績を安定させるためにやるべきことは一つです。リストを作ってください。で、見込み客リストを作って見込み客にアプローチをしていく。継続的にコミュニケーションを取っていきながら、しかるべきタイミングでクロージングをするということです。なので、ファーストアクションはまずリストを作る。継続的にコミュニケーションが取れる相手をリストアップして、継続的にコミュニケーションを取っていくことが必要になってくるので、まずスタートはリストを作るところから始めていただきたいというのが今日のアドバイスでございます。今日の動画参考になって勉強になったなと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。